はい、どうもハロー版はセツです。見てくれてありがとうございます。 PS4 版鬼武者リマスタードやっていきたいと思います。次、前回はマーセラスを倒したりとかね、いろいろあったんですが、でちょっとね、この先のレナルードですな、そいつがちょっと厄介なので、今回うまく一戦できればなという、あいつの一戦もちょっと苦手なんですよ。それ好きだよなお前。あ、両腕なくなった？あれ？そしたら、あ、生えてくるのか。生えてくるね。それ嫌い。じゃ、伸ばすやつがいい。伸ばすやつ。じゃ、死ぬのは回避しよう。ちょっと倒します、普通に。回復薬ちょうだい。回復魂、木魂、死んでないな。オッケー。あ、来た。なんとか回復。あ、こいつ一戦できるかな。それじゃないってだから。あ、もう結局食らっちゃったね。だいぶまだ死んでないな。あー、なかなか厳しいですね。レナルードの一戦は、手長と同じぐらいむずいかもな。タイミングがシビアなんだよな。見切れないんだよね。ここもいっぱいいるんだよな。やっちゃった。痛い。ちょ、待って待って。それ、一戦できなくないか？まずこいつをやりたい。それじゃない。あれ、マジか。危ねえ。あ、そっか、まだいるんだったな。ちょっと待って、後ろが来る。おう、危ねえ。ふう、もうまた来る。あ、やばい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 。なんでこんなギリギリな戦いやってるんだよ、本当に。いた。死ぬー死ぬー死ぬー。ちょっとこれは。はい、とりあえずね、体力マックスにしてきました。この状態で保存します。はい、もうこれで怖いもんなしですね。もう何が来ても全然なんともない。しつこいな。で、さっきね、多分総集編、一戦総集編で見えたと思うんですけど、普通にこいつ一戦できたんですよね、さっきは。いて、え、なんで。あ、タイミングが分かんない。あ、もう、うわ、もうこんな食らってる。タイミングシビアすぎないか。なんでさっきできたんだろうな。まぐれか、ただの。待って待って待って、なんでリンチ食らってんの俺。お、なんか出た。今のは完全まぐれ。いや、結局もう3分の1しかないし、回復した意味がない。あ、もううっせえ。もうやっぱ普通に倒そう。一戦狙わない。一体だけならまだしも、何体もいるからな。特に分裂するし、うざいうざいうざい。あ、もうそっちじゃない。標的サモノスケ、しっかりしろ。くそ、なんでこんなやつに苦戦してんだろう。あ、ここからやっていこうかね。ここにも蛍石あったんですよね。あ、そうそう、あれを取れば魂の吸引力上がるんだったっけ。そうだっけな。なんか数珠なんですけど、何の効果だっけ。あ、違うな、これあれか。そうそう、死んだ人の言葉が聞けるやつやったね。あ、ここにはいないっぽいね。あ、また出てるね。おっと、ちょっと待って、めんどくさすぎ。マジ笑えんわ。
わあ、一瞬出な、危ないな。ちょっと回復した方がいいな。はい、また回復してまいりました。ちょっとね、非常にレナルードの一戦タイミングが難しいので、こいつはなるべく普通に倒していきます。じゃないと先に全然進めない。ちょっと奥の部屋行こうか。怖っ。あ、ここだったね。あの、バイオ4であったような仕掛けですね。はい、これですね。これ当たると一撃死ではないんですが、ま、行って、まあまあ痛いんですね。なんで今当たった。ちょっとアナログスティックだとここ避けにくかった。だいぶ痛いんですよ。あれ、敵いないな。あれ、消えてる。あの鐘を取ることによって、あの気持ち悪い扉が開けるんですね。この レナは一戦狙おうかな。そうじゃない。避けながら、ちょ、一戦しようか。そうじゃないって、お前。あ、分裂しやがった。めんどくさい。危ないな。って。隙だらけ。おお、マジか。なんかすげえ一戦した、今。やっぱそうだね、四角ボタンを連打していっぱい敵がいるとき連打しまくったら、たまにわけわからん一戦が出るんですよね。わからん一戦ってやつですね。全然狙ってないけど運よく当たったみたいな、出たみたいな。浄化金、浄化賞。これ何なんですかね。悪霊かな。どういう設定かわかんない、この亡霊みたいなのは。出た、手長が出てくるぞ。バイオハザードを思い出させるよね、これ。いや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 、オッケー、なんとかなった。来い。ああ、もうちょいか。ああ、振り上げのタイミングが分かんない。あ、ちょっと下がっちゃうな。あ、下がっちゃう。あ、ちょ、危ない。あ、マジで？オッケー、これだけなんですね、やつの弾き一戦できるのは。振り上げのみ。あれ、あったあったあった。よし、まあいい感じで一戦できていましたがね。よっしゃ、やったぞ。やっと決まるようになってきたかな、もしかして。今のは狙ったので、ちゃんと。ちょ、一体の、ちょ、自信ないからね。こいつだけは仕留めろ。ああ、もう死んだのか。そうはさせないぞ。あーっと死なないな。やっぱり明智こしらえでは攻撃力が心もとないな。死んだね。死んでない。こいつぶっ倒れないんだよな。で、サモノスケの蹴りの威力もなかなかだよね。ケビンのあの蹴りみたいな感じだもんね。すごい汎用性が高いみたいな。あ、ここ好きだった。魂の狩り場。めっちゃ集まる、めっちゃ集まるもんな。薬草をね、ゲットできるんですけど、今のところね、頑張って一戦して体力を回復してるので、薬草、あの回復薬を使っていないので、まあ、なかなかいいんじゃないかと。あ、間違えた、間違えた。よし、行こうか。よしよし、ギリギリ間に合ったかな。危ないよ、危ないよ、危ない。なんか後ろでもううねうねしてる。急げ、オッケー。あ、いるのか、お前。ああ、振り上げなんだよ。あ、ちょっと待って。あ、違う。どっちか分かんないんだよな。2分の1の確率的な。ああ、今下がろうとしたけど、く
っそ、体力食らってんじゃんか、めちゃくちゃ。それわかんないタイミング。あーマジか、半分以上減らされた。こんなやつに普通に切りかかればもうノーダメージ楽勝なんだけどね。やっぱ一戦を無駄に狙おうってしてしまうからな。結局下手なプレイになってるもんね。間違えた、あ違うね違う、こうだったな。あこれも必須箱、必須箱。あこんなかあったな。アイアンメイデンだよねこれ。玄魔って西洋なの嫌なやつがいる。オッケー、体力回復。あいつも一戦したいな、体力を回復させたい。違う、それじゃない、俺が求めてる攻撃じゃないんだお前は。ちょ急いで、サモノスケ急いで立ち直るんだ。ちょ切り刻め切り刻め、危ない、わからん一戦出ないかな。体力回復したい、出ないな。やばい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 ね。あーそれ掴みだね、ちょっと逃げよう無駄な体力使いたくないからね。いたーす、オッケー、食らったからまあプラマイゼロかな。結構時間と、あ次帰れ編ですねサマノスケ殿、やはりダメですかな、おだけ使えるのは。黒い、仕方ないですな、あなたはまだ玄魔の本当の恐ろしさを知らないのだ。地の底にいる玄魔たちよ、いよいよ本番だ、暗黒儀式の準備をしよう。儀式の邪魔をするサマノスケ殿には地獄の苦しみをたっぷり味わっていただきましょう。今頃はあのくの一も。サマノスケ、何か分かった？鎧の色をよく見ろ。何するんだ、離せ離せ。サマノスケ、隠しろ、やめ。玉之助殿、まだまだ青いですな。よし、来ましたね、このボクサースタイル。いや動きが素早いんですよね、カイデは。で、クナイが30本あるのか。道具これ引きすぎだよね。大丈夫か？どうしたの？大丈夫？化け物か？西の牢屋蔵から。西だな、了解した。追いはぎしたね受け取ってないと思うぞ今の。くらえ、暗殺。お、トロフィーゲット。あそっか、今バスボタン押したわ。これなんですね、これタイミングよくじゃなかったっけ多分。あ攻撃受けちゃダメなのか、そうだ、しまったな。攻撃を受けちゃいますと
回復手段がね魂だと回復できないので、僕はノーダメージいきます。ここからで基本的にちょっと仕方をしましょうかね。食らいたくないので、これは薬草だね。待て待て待て、あまいい、これはアナログより十字キーの方がやりやすいな。手長がいるんだよね確か。危ないよ。ガードしての回避していく。確かあそこら辺もホタル石あった気がするけどな。この増強は助けたいかな。危ない。よし、で上に上がって簡単な倒し方がありますね。はい、よし、ありがとう、キルしてくれて。で確かね、なんだっけな、求人符だったね。これはこっちからだったっけな。お前らはいいです。あれ、クナイあったよね。あったあった。で忍具を使ってここをキーピック。あったあった。これは流玉だったっけ。流、いや違うな、これは何だったっけな。分かった、時の狭間だな。時の狭間多分ね、こっちだ。時の狭間、違う、あ違う、あオッケーオッケー。ここ時の狭間がなんかね覚えにくいんですよ個人的に。あそこだけすっぽ抜ける。多分この次のあの仕掛け箱が流玉っていう名前だったはず。セーブしとこう。ちょっとワンパン食らってる状態だからね、これ以上は本当に食らえられない、食らえられない、食らえないダメージを蓄積さ、いや何でもいいやここからは熱いところに行くんですよね。ボイラー室、ターミネーター2を彷彿させる場所ですかね。倒します、一体ずつ確実に処理。待ってね、危ない。こいつね、楓の腕力がないのかぶっ倒れないんですよね。お、あタイミングよくでもないかもな。相手の後ろを取れればいつでもできるわな。ここですね、タイミングよく引かないといけなかったはず。このぐらいかな。あの扉が閉まる前に行こうじゃないか。長いな。タッチダウンだ危ねえ、ちょっと挟まりそうだったぞ。ここにはないか。楓編では蛍石ないのかな。で千里眼っていう、千里眼だったっけ、アイテムを取れば蛍石がどこにあるか分かるアイテムがね後ほど取れるんですが、それ欲しいな。お前らはしかと。でここで半期の子たちじゃなかったらもうちょい先か。とあとなんか書物ね、あと一冊足りなかったんですよ。これかな、あ多分これだな。でも普通に進んでいけば、間違えた、書物は全部手に入れられるはずだから、よっぽど見落とさない限り。だから歩く本棚っていうトロフィーはおそらく今回ゲットできるでしょう。あと武器を強化せずにってやつも多分強化するつもりないので、あでもどうしようかな、今回は魂も多くもらえてるから強化したバージョンのトロフィーをゲットしようかな。多分レア度はそんなないと、ブロンズぐらいだと思うけど。はいはい、おっと危ねえ、おちょいちょいちょい、あ危ないよ、そんな連撃しないでくれ、心臓に悪いんだよな。これなんて言うっけ、ダメだわ、外れない、扉に入れないわ。どうすればこの生物のようなものを外せるのかしら。気持ち悪いよね本当に。もう当時から思ってたもんね、あのうねうねは一体何なんだと。あれも鬼の力な、あ玄魔の力かな、あれ
多分そうでしょう。あ、最初上から行くべきでしたね。こっちは後で来れる。危ない。よし、で、この先が火事になってるはずだからね。そこで半旗の木立をゲッチューして、あの、透明な、あいつの名前、ちょっと覚えられないんだよな。なんか、濁音ついてた気がする。なんだっけな、あの透明人間ね。人間じゃないな、透明幻魔。この半旗の木立の仕掛けね、当時全然わかんなかったんですよ。あ、違う。真ん中、左、右、右ですね。こんな簡単なのにね、トロフィーゲット。これさえあれば。これ多分ね、あいつ燃えるんだよな。ここで黙っておけば。ちょっと、雑魚退治しようか。OK。ナイス火。ちょっと危ないね。こいつらバカだよね。あ、待って。ああもうあれ立った瞬間死ぬよ。ちょっとアナログ操作だと危ない気がする。で、3つ目来るんだよな。普通に倒そう。させ。オッケー。3つ目の方がなんか足腰弱いんだよな、忍者のくせに。倒れるもんね、簡単に。区内ゲットしたけど全然使ってないね。アナログ操作で。よしよしよし。多分簡単にやってるはずなんだよね。でも慎重派だからね、私。あ、そっか、ここは絶対切り替えないといけなかったね。あいつさ、これでなきゃ倒せなかったけど、暗殺をやれば、ワンチャン普通の子たちでもいけるのかな？フラグ的にいけないのかな？そこの人。ちょっと待ってて、今助けるわ。あなた、楓さんね。サマノスケが昔手紙に書いてきたことがあるの。楓という忍びと一緒に旅をしているって。もしやあなた様は。私も、サマノスケと一緒にあちこち旅をしてみたい。雪姫様。楓さん、あなたが羨ましい。きっとできます。楓さん、お願い。私のことはもういいから、サマノスケと一緒に早くここから逃げて。諦めてはいけないわ。あなたを必ず自由にします。それはどうかな。化け物。お前はここで死んでおけ。雪姫様、雪姫様、雪姫様。よし、どうかな、いけるかな。あれ、やっぱ半旗の子たちじゃないと倒せないかな、もしかして。その判定もな。あ、タイミングかな。いって。こいつもね、ほんと できたんだよ、確か。一撃で倒すことが。タイミングが合わない。敵の背後をうまく取れば。あれ？あれ？違う。そう、これはもう普通に倒すしかないな。
お、来た。これこれ。あ、背後どうなんだろう、わかんない判定が。でも半旗の子だ、あ、しまったな、実践すればよかったね。半旗の子たちで行けば、違う、知らせなきゃ。しまったな、普通の子たちで行けばよかったですね。さあ、ここでね、サマノスケで、またもう一回楓を使うことになるんですが、確か体力引き継ぎだったからね、半分ぐらい今減らされてたから大丈夫かな、心配ですね。さあ、サマノスケが目覚めたところで今回は終了となります。だいぶ時間食ったな、あの体力回復とかで行き来してね。本来だったらもうちょい先まで進めると思ったんだけど、まあいいかな。だいたい今終盤かな、今もうちょっとで終わりますね。はい、ちょっとごめんなさい、終わろうとしたんですが、次回幕空間会にしたいので、それちょっと時間取られるかなと思ったので、ここだけ突破したいと思います。いや、ちょっと予定が違いますがね。このスチラードをぶっ飛ばした後終わります。鬼武者の FPS 視点ってやってみたいですよね。めっちゃ面白そう。さあ来い。で、こいつの走破陣を弾き返すことができるんですが、まあタイミングがシミアなんですよね。あと割と距離近めじゃないと、あいつ行ってガードしてくるんで。え、なんで今当たったの？ちゃんと前に向かないとダメだったっけ。追い詰めるぞ。1、2、3で蹴り、2、3の蹴り、あれ、オッケー、来た。つばぜり合い勝ったぞ。なんでこいつには勝てるんだろう。あ、痛い。そう、なんかサムライウエスタンみたいな感じなんだよな。あ、痛。クソ、蹴りかと思った、痛い。待って待って待って、危ない。そっちのなんで攻撃当たんだよ、おかしくないか。ずっとガードしてればこいつ撃ってくるんだよ。それでもちょっとやってしまおう、じゃないと体力がやばいです。オッケー、なんかこいつには勝てるね。早くまだ撃ってこいよ。基本的にそのマダム打ち返しを狙っちゃうとダメージを余計に食らっちゃうので、基本的にはガード出破でマダム走破陣を打とうとしたら近づいてぶった切るというやり方が一番効果的であります。ノーダメージもそれでいけるもんね。いけましたね。ちょっとね、時間やっぱかかりますね。体力もやばかったし、走破陣弾きはちょっと狙えなかったですがね。まあ手堅くいきましたね。危ない危ない。よし、シワシワからもらえる魂はね、なかなか美味しいですよ。さあ、ここまで来たらもうあとは幕空間ですね。次回のそれに備えて英気を養います。はしごで、これですね。前回、あ、ここでもよかったのか。前回じゃねえな。だいぶ前か。2話かな。これを切ると、上からこんな風に桶がね、落ちてくるので、あのスチラード戦、あ、でも回復するか。あれでもう、あの、今、体力ギリギリの状態であれに当たって死ぬってことは多分ないと思うので。ただ、ちょっとね、あの、刀足軽の刀ぐらいじゃないですけど、ま、ちょっと食らうんですね。よし。で、ここで落としておくと、その前に取れなくて、あそこの時点、まあ、後半取れるってことになりますね、あの力石は。で、さっき拾った、ここですね、ここの片方、右の方ですね、あれを拾ったので、ここ開けて、次回、じゃないな、その次かな、行くことになります。ユウ、そんなに驚くことはねえぜ。ちった付き合っていけよ。どうだい、魔空空間ってとこに行く気はねえか。生きて帰れる保証はねえけどよ、なんでもそれなりの褒美が手に入るって話だ。どうだい。
あー、身の親父の声もやっぱ変わってるんだね。いえ。じゃあな、また来いよ。はい、今回はいけないので次回になります。次回は幕府空間会になりますね。では最後までご視聴ありがとうございました。スチラードを撃破してここで終わりたいと思います。でまた次の次からストーリーは進む、ね、進んでいくので、次回は幕府空間をお楽しみくださいませ。頑張ります。ではまた次回お会いしましょう。ファモー。